ヘルといった比較的暖かい場所で暮らしています。そのため寒いのが苦手です。冬の小樽水族館では室内の暖房の効いた暖かい部屋でフンボルトペンギンたちは暮らしています。それではですね、早速最初の種目いきたいと思います。まずはこちらの低い台からの飛び込みです。ここでは飛び込んだ後のペンギンたちの泳ぎ方にご注目です。はい、それではね、私の指の合図で飛び込んでいく種目ですので、はい、じゃあいいですか、いきますよ。ね、大丈夫ですか。あ、前向いてくれましたね。はい、じゃあいきますよ。はい、せーの、これでって言ったらね、いくはずなんですけども、ちょっとね、私まだ魚あげてなかったですね。はい、お魚食べてからね、いらないのかな。だからね、食欲もやる気もなさそうなんですけれども、はい、じゃあね、もう一度行きたいと思います。いいですか。はい、せーの、お、これでーはい、そっちから飛び込みましたね。はい、じゃあそれではね、皆さんね、泳いでいるペンギンご覧ください。はい、さあペンギンですね、鳥ですが空を飛ぶことはできません。しかしその代わりに翼を羽ばたかって上手に速く泳ぐことができます。フンボルトペンギンは時速 16km、 これですね、水泳のオリンピック選手の倍以上の速さで泳ぐことができます。とっても速く泳ぐことができるんですね。それではね、また1羽ね、戻ってきてくれたので、次こそ私の指の間で飛び込んで次の種目行きたいと思います。はい、続いての種目はですね、こちらの滑り台です。階段登って真ん中の通路を渡って端から滑って降りてきます。お、いいですね、早速やってきてくれました。お、いいですよ。はい、そのまま行きますよ。ちょっと待ってもらっていいですか、その種目。皆さんね、見なかったことにしてくださいね。じゃあ皆さんね、ペンギン滑り台滑ってね、はい、歩いて降りてきました。はい、フンボルトペンギン足には鋭い爪しっかりと生えているので、なかなか滑って降りるっていうのは難しいんですけれども、はい、大成功です。はい、続いての種目いきます。続いてはこちらのシーソーです。体重を使って動かすだけの非常に簡単な種目なので、やってくれることはいいんですけれども、本日はどうでしょうか。あ、やりそうなペンギンが1羽やってきてくれました。はい、じゃあね、登ってきてもらっていいですか。お、いいですね。はい、じゃあこっち行きますよ。あ、はい、いいですね。はい、次こっち。大成功です。ね、たったこれだけの種目です。フンボルトペンギンですね、体重は3キロから4キログラムほどあります。これは空を飛んでいるカラス、アカモメの体重が1キロに満たないのと比べると、ペンギンの体重というのはとても重いんです。これは水中で生活するにあたって水圧に耐えられるよう骨や筋肉が丈夫にできているからなんです。はい、じゃあそれでは次の種目いきます。続いてはこちらのハードルです。さあ本来はですね、ちょっとね、帰ろうとしてるペンギンもいますけどね、まだ小中ですからね、帰らないでもらっていいですか、ね、続々と帰っていきましたね。はい、じゃあ続いてはね、こちらのハードルです。本来はゴツゴツとした岩場でも生活しているので、これくらいの段差は簡単にピョーンと飛び越えることができます。高さが10センチ、15センチ、20センチの3段階に分かれています。それではまず一番低い10センチからいきたいと思います。はい、じゃあね、10センチ頑張って。はい、じゃあね、じゃあ15センチいきましょうかね。はい、15センチ。そしたらね、一番高いね、20センチ飛んだらね、大成功ってことにしましょう。はい、じゃあ20センチ頑張って。はい、皆さん、ペンギンのジャンプ力ご覧いただけましたでしょうか。はい、じゃあね、続いての種目いきます。続いてはこちらの揺れる橋です。ペンギンのバランス力ご覧いただきます。ちなみにですね、この種目やってるペンギン私ほとんど見たことないので、やるかわからないんですけども、あ、一羽ね、あ、やっとショーだと気づいたペンギンが中からやってきてくれましたね。あ、いいですね、やる気ありそうですよ。はい、じゃあ頑張って。ただの思わせぶりなペンギンでしたね。今日ペンギンほとんど何もしてないですからね、私がひたすら喋ってるだけのペンギンショーというより飼育員のトークショーみたいな感じになってますか。どうですか、やってくれるペンギンいませんかね。こんなにペンギンいるんですけれども、ショーに参加しているペンギンは一番もいないみたいです。どうですか、そこの君。
あれはね、あの影に反応してるみたいですね。そしたらペンギンたちのやる気が戻ってくるまでペンギンが食べているお魚の紹介していきたいと思います。現在はこちらの小さなアジをペンギンたち食べています。ペンギン魚を食べるときにはこのように魚の頭側から丸飲みしていきます。これは魚のエラや鱗が喉に引っかからないようにするためなんです。はい、ですのでよっぽどお腹が空いてない限りはしっかりと魚の向きを直してペンギンたち魚を飲み込んでいきます。いらないのかな。はい、じゃあそれではね、私いろいろ喋ったのでペンギンたちのやる気も戻ってきている頃だと思います。はい、じゃあ頑張って。はい、じゃあ続いての紹介ですね。こちらの高さ1メートルある飛び込み台です。ペンギンの豪快なダイビングご覧いただきます。最後の種目ですからね、ビシッと決めたいと思います。じゃあね、やってくれるペンギンでも誰でもいいですよ。早い者勝ちですからね。あ、やりそうなペンギンが一度やってきましたね。勘違いだったみたいです。どうですか。あ、やりますか。お、どうかな、ね、せめてね、階段だけでも登ってきてくれたら嬉しいですけど、ね、頑張って。どうですか。どうですか、ね、誰でもいいですよ。そこのね、ペンギンどうですか。はい、ということでね、以上で全種目終了しましたので、じゃ最後ペンギンたち集合して終わりたいと思います。はい、じゃあね、みんな終わったんで集合。はい、もちろん集まりません。はい、それでは以上でペンギンのショー終了とさせていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。続いては右奥のトドショープールで豪快なトドのショー